大岩山どうせあ、落ち着いてください、ちょっと。ナイス。ちょっと、はい、吉継さんと桑原さんの、まあ、初共演とか初対面の時の話とかって伺ってもいいですか？あ、やった、思い出を語れる。ぜひ、うん、語ってください。めっちゃ食べる。吉継さん、思い出を語れる。朝ごはんになっちゃってる。大変申し訳ございません。どんでもない、どんでもない。大事です、朝ごはん大事ですから。一日のエネルギーなんです。でも松岡さん、もう私は本当に昔からたくさん共演させていただいてると思うんですけど、はい、エグゼロス、今やってるドキュ変態エグゼロスで初めてがっつりお話しさせていただいたというか、あ、席がお隣だったので。そうなんですね。同じ変態として同じ変態の友と、変態ね、あの漢字が違うんですよね、はい、漢字が違うんですよ。音だけだとちょっと変態になる小さくの方になっちゃう。変態同士変態同士。あ、じゃあどうですか、なんかその最初に見た時の印象とか、 そのまあそれが今になって変わったとかってあったりしますか？あ、松岡さんの、 あの最近なんですけど、現場で松岡さんのやられてるこのキャラが好きですって何回もお伝えしてることがあったんですけど、私遡ると魔法科高校の劣等生っていう作品の、私は1ミリも出てないんですけど、アプリゲームを紹介するっていう番組を結構何年か前にやってまして、その時に一条くんっていう、あの松岡さんのキャラクターが大好きで、クリムゾンですね。ずっと言ってて、クリムゾンプリンスが。そうなんです、番組中にもずっと言ってて、でもその時確か松岡さんとまだ全然お話ししたことがなくて、うん、あ、もうその頃から私は推しキャラ松岡さんだったんだと思って、そのやられてる声が。なるほど。そうなんですよ。じゃあ今エグゼロスではどうですか？今は、うん、その最初、はい、あのアニメの現場あるあるだと思うんですけど、主人公の方ってこう真ん中に座られるというか、で、はい、他の方が横に座られる、で私が端っこら辺に座ってたら、もうカバンがすでに置いてあって、どなたかなと思ったら松岡さんがいらっしゃって、あ、松岡さんこんな端っこにと思って。 That's where I sit. Sit next to me. No, I sit there. いや、そうなんです。そうなんです。それで、あの、私あんまり喋らない方なので現場で、はい、そう、松岡さんに申し訳ないなと思って、あのワンクールつまんないと思われたらどうしようと思って、これからどうしようと思って、いやなんか松岡さんに聞きたいことがいっぱいありすぎて、毎週なんか多分覚えてらっしゃるかわかんないんですけど、松岡さんに何時に寝て何時に起きてますかとか、あの今までやった作品の中で一番大変だったのは何ですかとか、そういいです、ね、インタビュアーみたいに毎週言ってたんですけど、はい、松岡さんがそれに対して、はい、なんでそんなこと聞くのとか一切言わないで、全部すごいまともになんか真剣に答えてくださるのが嬉しくて、ね、私はいつも質問一個用意して現場に行ってたんですけど、してくださって、休憩時間めっちゃ楽しかったです。あつ森の話とかして、あつ森松岡さんやられてないのに、私がやられてないですか、しかもあつ森マシン。こんなのがあってですねみたいに、私が一人で喋ってるみたいな時もあって、聞いてくださる、そうなんです、優しい。いや、だからなんかすごく、はい、あのエグゼロスの中でも、はい、やっぱあの現場行って、あのこう、あの大抵ね、あの座る位置によって決まるでしょ、はい、あコンワンクールやばいかもしれないなってなんか思っちゃうところ、あ、なんかね、それが全くなくて、だからエグゼロスのところで、はい、そんなにあのがっつり話したことがなくても、あの桑原さんの方はあの普通にこっちから投げかけても話してくれるし、うん、話しかけてくれるしっていうので、はい、すっごくあの
構リラクゼーション効果が、嬉しい。現場の雰囲気作りを崩してできてたわけですね。そう、よかった、インタビュアーいつも座ってたのに。いいインタビュアーだったんですね。嬉しい。なるほどなるほど、うんうん、っていうのがあったから本当にね、はい、エグゼロス楽しかったな。いや楽しかったです。なので収録終わってしまったので、このタイミングでは で、ね、でこの番組のゲストが入ってた時には、はい、また松岡さんに質問ができるおしゃべりもっとしたいと思って嬉しかったですね。でですね、お次なんですけれど、ここで桑原さんにお悩みを聞いてみたいんですけれども、はい、早速、はい。やったー。あの、松岡さんにぜひぜひ、うんうん、はい、ご相談をば。今日の質問。今日、そうだ、今日の質問。そうですね。私、今の家に引っ越してから3年ぐらい経つんですけど、ね、一回も、そのコンロを使ったことないというか、その、台所を、うがい以外で使ったことないお料理を本当にしないので、冷蔵庫もあの飲み物がパンパンに詰まってるみたいな感じで、松岡さんってなんかお料理やっぱりその作品でもやられているっていうのもあると思うんですけど、結構お料理されるですか？する。簡単なやつとか、なんか私みたいな人でもできそうなものとかありますか？あの最強のやつを最近知って。え、最強のやつ、うん、ちょっとだけめんどくさいんだけど、まあでも、あ、ちょっと待って、これガスコンロ使わねえのか。あ、でもあのありはするので頑張れば。電子レンジあるでしょ？あります、うん、ギリ、うん、だからあのそれでいくと、あの最近知ったやつでこれ最強だなって思ったやつが、はい、あの鶏の胸肉とかあるじゃん、はい、ね、あのまあ言ってみればあの調味されてるものでもいいの、はい、あのコンビニとかのやつでもいいんだけど、うん、だからそれであの一回まな板の上に置いて、はい、あのね、その肉を叩くの。その肉を叩く。平べったくするの、うんへ、うん、平べったくして、はい、でめっちゃ薄くして、うん、あのそれを電子レンジの中に入れてやると、うん、あのね、鶏チップスができるの。チップスになるんですか？チップスになるの。これ多分調べてみたらすぐ出てくると思うんですけど。あ、そうなんだ。うん、あれね、はい、想像以上にいいよ。なんかおつまみ的な感覚ですか？うん、初めて聞きましたそれ。美味しそう。平べったくして、はい、電子レンジにかけるだけでもう水分飛ぶから。そんなに、すごい。それならレンジでできるから、うん、私でもできますかね。うん、確かに。めちゃめちゃ目泳ぎましたけど。ただもう、うん、本当ですか、うん、じゃあレシピも教えていただきまして、で松岡さんが作るハンバーグをいつか食べたいんですけど、いいですか？ああ、いいですよ。うわ、やった。どこかでじゃあ、ね、ハンバーグ作ってください。じゃあ杉田さん会に持ってきますか？本当ですか？杉田さんと仲良しですよね松岡さん。会があるんですね。そう、うちのね、本土とね、はい、はい、辛いもの食べたい、辛いもの食べたい会みたいなのがあって、なんか伺ったことあります、はい、ね、次の日は大変なんだけど。あれ確か翌日収録かなんかあって松岡さんにお会いした時、はい、昨日大丈夫でしたかって言ったら、大丈夫じゃなかった。一日中体調悪かったみたいな。尋常じゃないからさ。そんなに。もう年なんだよ。また行きたいですね。そこでハンバーグを作っていただくということで。やった、はい、質問は大丈夫ですか？大丈夫です、はいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、ということで、はい、いかがでしたか？え、なんかまたよかったら遊びに来させていただきまして、うん、それこそもう何でもいいんで、ハンバーグ松岡さん作っていただいたやつを食べる企画とかを やってください。なるほど。言うだけ。じゃあ持ち込み OK な店で。あ、いいですか？またいつものメンバーで。だから僕タッパーに入れて一応冷やしながら持ってくるんで。あ、しっかりと作っていって。ウーバーイーツみたいな感じで。マスオガンバグです。お待ちしてました。贅沢な。はい、ぜひぜひ、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、また次回お会いしましょう。ここまでのお相手は松岡一作と天崎光平と村井美里と桑原優希でした。私が神です。